ゆっくりドラム講座ツインペダルシャフト。皆さんこんにちは。ドラム教室スクールド講師のレイです。初心者からロケット団まで歓迎しております。ドラム教室スクールド講師のレイです。早速ですがチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日伝授いたしますのはツインペダルシャフト。ツインペダルシャフトって何かというとこれね。そもそもツインペダルって何かというと、まずこれを見てください。ドン、はいね、ツインペダル、名前の通り2つのペダルがあって、それが真ん中のこれ棒でつながってこう稼働するようになる。まあ要するに両足でバスラを踏めるってことですね。うん、最近ではもう当たり前ですかね。ツインペダルを使うっていうのは別になんか特別なことじゃなくて、ごくごく当たり前で、このツインペダルの何が大事かっていうと、これ真ん中の棒なんですよね。真ん中の棒、この真ん中の棒がツインペダルシャフト。なぜシャフトが大事かというと、こう動かしましょうか。左足動かすとこう、うん、この長い棒でビーターとつながってる、うん、この叩くところとね、左側のペダルと、うん、今動いてるビーター、叩くところ、これがつながってるんですけど、まあそれはこんな長い棒でつながってるんだからロスがあるんですね。力のロスがあります。それを解決するっていうんで作られたのがパールの Z リングっていうやつです。中にベアリングが入ってるんですね。ベアリングって何かっていうと、なんか回転するやつ正直俺もよく知らんベアリングが入ってるからすごいんだって言うて、そうかと俺も思って使ってますで、今回試そうと、本当にすごいんかね、このパールの Z リングが。だからまず Z リング、このすごいとされてるシャフトと、あとこれ普通のシャフト、ツインペダルシャフト、ベアリングは入ってません。うん、で、あともう一個、これ某社の激安ツインペダルシャフト、これちなみにベアリングが入ってます。うん、このパールの Z リンクは2万だいたい3000円ぐらい買うとね、値段、お値段だいたい2万3000円ぐらいで、これは1万円です。うん、約1万円です。この某社の激安ツインペダルシャフトベアリング入り、うん、まあ半額ですよね。今までの Z リンクのベアリングが入ってるやつより半額で、これはまあ普通のやつ、値段はまあいろいろあるんじゃないですかね。まあベアリングな、うん、でこの3つを今回比較しようと、うん、比べる方法は簡単ですね。まずバネを最強にしてます。両方ともね、右も左も最強ってことは左右が均等ってなるじゃないですか。わかりやすいですよね。うん、バネの力は左右均等、右側のペダルも左側のペダルも均等ってなる、うん、で、あとはこのビーターを手で持って最大限までこうひっくり返して離してドンって、それであとはこのブレ幅がどこまで続くかっていうのを比較しようっていうことですかね。では早速やってみましょう。試します。
はい、ね、これ動画見てもはや一目瞭然ですね。パールの Z リンクはすごい動く。左側もね、ロスがかなり少ない。完璧に同時とまではいかないですけどね。で、他の2つはまあまあもう公開するの躊躇しましたけどね、このね、この動画を作ってみてまあまあそういうこともあるでやろうと、やはり Z リンクはすごいってね。では皆さん、終わりの時間が近づいております。はい、チャンネル登録、高評価、それと各種 SNS 私やってますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。では、いつもの言葉でお別れでございます。ね、簡単でしょ。